警戒を緩めないでください、隊員。テレサ主教の話によると、怪物に大アルカナの名前を付けたのはあなたのアイデアだったんですね。第三小隊の任務報告を読みました。よくできてます。そういう新しいスタイルの説明を見るといいインスピレーションが湧きます。あなたが報告に書いたように、見た目は変わってますが、それらの構築物の構造は非常に精密です。異なる組み合わせで何種類もの形態を実現できるでしょう。かなりデザインの参考になりますので、考察したいと思っています。彼のモノマネの実力は信じてますが、外には怪物がたくさんいます。彼にお願いする必要はありません。一人で戦って記録しても、重要なところを細部まで記すのは無理でしょう。あなたはこのチームで最も敵について詳しい人ですから、私に協力してくれませんか。出口で待ってますから。そろそろこの戦闘を終わらせる時だ。戦場に到着。このエリアにいる敵は比較的種類が多いですから、ここから始めましょう。こういう空中に浮いてる怪物は偵察を担当するタイプでしょうか。シンプルで余計な構造がなく、浮遊生物のイメージにぴったりです。体の下部から伸びているチューブは何のためのものかは分かりませんが、普通の飾りではないはずです。一応メモしておきましょう。2種類の怪物はどちらも弱いのですが、数は多いようです。こういったデザインは数の多い初級怪物によく見られます。目立たない敵に自爆能力とは、いいアイデアですね。プレイヤーたちも遠隔攻撃の練習ができますし。わかった。了解。この敵はどこか見覚えがありますね。なるほど、あのチューブは連結装置でしたか。規制を通して弱い怪物を強化し、
それらの行動パターンを変えるとは。面白い。気候の合体と通じるところがありますね。これらの怪物、連携能力を持ち始めたんですね。恋人の影響を受けたからでしょうか。だから太陽、月、それから星なのでしょうか。同じ系列ですね。全力で戦う。燃やし尽くせ。わかった。燃やし尽くせ。了解。連携能力があるものの、全体的にやっぱり遅いですね。あ、終わりましたか。引き続き進みましょう。わかった。現れたんですね、ステルス可能な構築物。その原理は、光学特性を利用して周りの環境を元にして体の色を変えるのでしょうか。急に暗いところから現れるなんて、確かにストレスと危機感を感じさせてくれます。数も少なくなく、ほとんどの場合は集団で行動する。個体での作戦能力は限られてるようです。敵と戦ってみてください。油断は禁物です。奴らの行動パターンは相手を惑わせますから。
了解。全力で戦う。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。能力は特徴的ですが、攻撃パターンは原始的ですね。減点です。ステルスモードを一度解除すると再びステルスモードに入ることは難しいみたいです。片付けましたか？ええ、鋭い判断です。よく見てください。地面に痕跡があります。わかった。了解。わかった。気づきましたか？まだあそこに一体隠れています。了解。その個体だけ探知が難しいのでしょう。まさか特殊な精鋭？持って帰って研究するしかありませんね。実は昔からあります。ですがごく少数の人しか使えない武装なんです。普及に向いてる技術ではありませんから。待ってください。確かにデザイン的に完璧すぎる能力はつまらない。実用面で欠陥を残した方が
プレイヤーは対策しやすいかもしれません。すみません、本題に戻ります。考えたことはありますか？自己進化する能力を持ってるのに、どうしてこの怪物たちに弱点が存在するのでしょう？それは原因の一部でしかないと思います。私から見ると進化がまだ不完全だというのもあると思いますが、もっと大きな原因は、そもそも敵が完璧な進化を実現できないからではないでしょうか。能力には代価がつきもの、そういう例はたくさんあります。巨人の体が大きいほど、そのアキレウスのかかとはより分かりやすくなります。資格のない敵はいませんし、解決できない難題もありません。観察、理解、思考、それは力と同じくらい重要な武器です。さっきの戦いを通してすでに理解したとは思いますが、戻ったらティミドにあるファイルを送ってもらいます。ベルトさんが直々に書いたどう戦うかです。かつての私が迷ってた頃、それが力になってくれました。あなたは才能のある人ですから、きっとその中から答えを見つけ出せると思います。正直に言うと、戦闘は開発より楽ですね。Thank you.